新たに加えたバリューの一つなんですが、どちらかというと今までの3つのバリューというのは自分たちに向けたメッセージというのが多いんですけれど、やはりこう外に向けて行うベクトルに向けてですね、アクションを起こるようなことをどんどんやっていきましょうと。社会から恩恵を受けて我々が存在しているように、我々の存在が社会にこう貢献するようなことを今後考えていきたいなという思いで、この貢献というところを作りました。まあ、細かいところで言うと地域環境とかですね、自分たちの住んでいる地元でもいいと思いますし、それがどんどん広がっていくとグローバルになっていって、地球というところにたどり着くという。我々はその意外と海外から貿易したりですとか、まあ、バングラデシュのニットをやったり、中国、インド、いろんなその世界とつながって商売をさせていただいているという意識を持ってますので、今後のですね、そういったこのサステナブルな社会とか、そういったことをやっぱもっともっと関心を持って取り組んでいかないといけないというような思いも込めて、この言葉を、はい、やっております。アパレル業界もですね、今いろんな大量の不良在庫とかですね、いろんな環境問題にも問題をですね、解決していかないといけないというところを抱えております。我々もそういったところにもっと前向きに取り組んでいかないといけないというふうな思いがありまして、適正在庫は何なのかとかですね、フェアトレードとはとかですとか、本当にこの無駄を起こさないということが結果的に地球環境の改善につながっていくという考えから、ロスゼロ社会を目指すというようなことを、はい、作っています。我々 の、 その働き方も今ですね、働き方改革ですとか、オンラインでの勤務ですとか、そういったことも時間的な余裕を生み出して、いろんなところに社会貢献できるような時間とか考え方ができるんじゃないかなというふうに思っております。そういったその自分らの生活の仕方、そういったところも踏まえてですね、もっともっとこう生産性を高め、もっと社外にも役に立つような働き方ですとか存在になっていこうよというような意味があります、ね。昨今いろんな水害ですとかコロナですとか、それで我々も、経済商売的にも影響を与えられてますし、それ以上に困ってらっしゃる方もいて、でその困ってらっしゃる方の中にも我々のお客様がいてっていうような想像をしたときにですね、商売以外でもやはり何か役に立つような行動っていうのをやっていかないといけないなっていうふうに考えまして、これまでもいろんなその災害地に支援物資を送ったりですとか、ボランティア活動をしたりですとか、そういったこともやっていっておりますし、それ以外のことでも何かできることはないのかっていうことをやっぱ常に考えられるような集団でありたいっていう。そのためには我々がもっといい会社になってやっていかないと、なかなかそういった余裕が出てこないと思いますし、そういったことを考えることによってもっともっといい会社になっていけるんじゃないかなとも同時に考えております。